小郡駅は、福岡県小郡市議用院一丁目に所在する、天城鉄道天城線の駅。西日本鉄道西鉄小郡駅と、相互乗り換え駅。小郡駅に停車中の AR305、左側に見えるのが、大分自動車道下り列車進行方向に向かって、右側に、単式ホーム一面一線を有する高架駅。無人駅であるが駅構内の事務室で、回数券。 1>, 1日乗車券の発売と定期券の取り継ぎをしている。トイレはホーム、木山川末端に設置されている。飲料の自販機は駅階段の顔よびホームに設置されている。列車接近時に自動放送あり。2008年度の1日平均乗車人員は1011人である。2019年度の1日平均乗車人員は1021人である。 駅のすぐ横を大分自動車道が通っている。防音壁があるので大分自動車道からは駅が見えない。小郡市の中心部に位置するが、当駅の周囲は換算としている。駅のすぐ東側で天城線が西鉄天神大牟田線をまたぎ越す。当駅から西鉄小郡駅までは南へ250メートルほどの距離である。バスタクシーは当駅前からは発着せず。 西鉄小郡駅西側のロータリーに発着する。筑後小郡駅跡旧筑後小郡駅は、現在の小郡駅から木山寄りに、約500メートル西側の天城線と大分自動車道の交差地点にあり、高速道路の真下に、ホームがあった。駅舎跡はマンションが建っているが、現在でも当時のホームと、待合所の屋根などが残存している。筑後小郡駅に関するカテゴリー。 ありがとうございます。